ドゥベサリ水力発電所ドゥベサリ、またはドゥボッサルイはモルドバ共和国にあるドニエストル川沿岸の都市。人口は23,650人。モルドバのドゥベサリ県に属するが、国際連合非加盟国のみが国家承認している地域であるソイドニエストル共和国が実効支配している。ドゥベサリとはルーマニア語の古語で先導の意味である。 モルドバでも最も古い住居跡がある都市の一つで、その歴史は石器時代に遡る。町としては16世紀にモルドバの農民が開いた市場に始まり、1792年にはロシア領となり1795年に市に昇格した。1992年のトランスニストリア、戦争により町の経済は深刻な打撃を受け、ソイドニエストル共和国の実効支配下に入った。 2004年の国勢調査における、各民族の人口は、モルドバ人8,954、ウクライナ人8,062、ロシア人5,891、ベラルーシ人153、ブルガリア人104、アルメニア人90、ガガウズ人66、ポーランド人49、ユダヤ人46、ドイツ人39、ロマ31、その他、負傷が165であった。 ありがとうございます。